そもそも速いって思ってないと思うんだよ。こんぐらいであの辺だろっていう力が別競技で備わっている。動きをしているイコール体の使い方の効率が悪い。こんにちは。こんにちは。で、今回なんですけども、はい、そんな構えてやることではないんだが、はい、最近メンバーシップを始めまして、まあ、そこでオープンチャットとかで、はい、まあ、リスナーさんとこう動画もらったり、質問もらったりとかでやってる中で、めちゃめちゃ活発に動いてるよね。あ、オープンチャットが。うん、いや、そうなんだ。バーンって、もうワンボックスの吹き出しがすごいの来たと思ったら、バーンって俺返してるから、もう、とんでもない。オープンチャットの中でね、そういう該当者の方が多かったってことではないんですけど、はい、あ、これ一個やっぱり初心者の方とかに改めて言っておいた方がいいなっていうことがありまして、はい、レーティングが低い人でなかなか上手くならないっていう方に共通することです。おー。で、これは今までの動画の中でも、もう同じこと死ぬほど、もう1000回ぐらい言ってきました。そんな出してないです。はい。で、これはもう1001回目。で、マジで上手くならないんですよって人、本当にこれマジで聞いてほしいんですけど、はいはい。あの、出力がでかすぎるっていうことですね。で、この出力がでかすぎるって何っていうことだと思うんですけど、うん、この出力が強いっていうのは、うん、ダーツをこう、自分がリリースというかスローした時に、244センチ届けばいいわけです。まあ、厳密に言うと。まあもちろん、まあぴったしである必要はなくて、実際には多分ボードを、ブルーに刺さった軌道をそのままボードを透過してすり抜けていったら多分、まあ3メーター弱ぐらいになると思うんだけど、まあそれぐらいの力でいいのに、4メーターぐらい飛ばそうとしてる人が多いんですよね。それ4メーター届かせる力で投げてる人が、上手くならないっておっしゃってる方の中で多い印象を受けましたので、まあ受けましたというか受けてるんですけどずっと。もうちょっと改めて、4メーターも飛ばさないでくださいっていう。もう飛ばさないでくださいっていうか。飛ばしてはないから。そう。で、まあ言い方変えると、うん、そんな力はダーツにいらないってことです。はいはいはい。で、まあ極端にやると、っていうかまあちょっとこの今からやる僕のフォーム見てほしいんですけど、はい、まあ構えます。まあ上手い人が弾いて、まあこれぐらいだとしますよね。まあリズムいい人でもこれぐらい。うん、で、極端にやって、ってやってる人がいたら、この人ダーツ上手そうに見えます、まず。で、これ上手そうに見えないんだとしたら、そういう上手い人がいないってことなんですよ、ほぼ。はいはい、あの、厳密に言うと、めっちゃ出力高いやんけーで、上手い人も、あの、ゼロ人じゃないです。いるよね。うん、いる、うん。いるが、少数の例外を自分だという前提にしない方が、確率が高い、上達の。まあ、そうね。全体 100% の中の 0.5% とかに自分は該当すると思って、それを追っかけるのと 99.5% だと思って追いかけるのどっちが当たる確率高いですかっていう話で、その多くの人にとってそんなに高い出力はいらないし、まあ精度としてね、この弱い力の方が再現性が高いじゃないですか。弱い力の方が同じ動きを繰り返しやすい。まあ、例えばダンベル1キロをこうやって持ち上げ続けるのとダンベルを50キロ片腕で、これ多分1回もできないですよね。でも極論そういうこと、30キロのダンベルでも3回上げれました。4回目無理でしたってなるんだったら、もうそこで練習は終わりなわけですよ。極例だけどね。いや、そしたら毎日3回しかできませんって人と、っていう話にもなってくるし、単純に、この30キロを下から上に持ち上げる軌道を同じにしてくださいね、毎回。っていうのがダーツなわけで、それ30キロでこうやってプルプルしながら、同じ軌道にする確率低くねっていうこと。1キロのダンベルだったら同じ軌道たどりやすいじゃないですか。っていうこともあるんで、出力は小さければ小さい方がいい。極端な例を除きだけど。まあその必要以上の力はいらないっていうこと。じゃあなんでそもそも出力がでかくなってんのっていう話なんですけど、俺の印象で実際にそうじゃないこともあると思うんですけど、投擲系のスポーツをやったことがないっていう人にその傾向が多いですね。例えば野球、バスケとかもそうだし、ダーツ上手い人にサッカー部って割合少ないんですけど、それってやっぱ投げてきてないから、途中でやめちゃう人が多いから、競技人口の母数として少なくて、で、まあ俺はサッカー部だから、まあその少ないパターンではあるけど。やっぱり野球部、バスケ部が強いじゃないですか。二次会ダーツでもダーツ始めたんですよ。スポーツ何やってたんですか？これアンケート、誰か卒論で取ってくれや。
ゃ。最近アンダーとかいっぱいいるんだから。どこの卒論でやるんよ。いや、そのなんかダーツにおけるその競技履歴の優位性についてみたいななんかタイトルつけて、どのスポーツのやつが興味ねえ。いや、俺らの動画が役立つでしょ。俺らが俺らが立つんよな。で、まあ俺の印象だったら野球部バスケ部やっぱ多いの。それは距離感をつかみやすいのと、このダーツという物体を持った時にも大体こんぐらいであの辺だろっていう力が別競技で備わっているから。で、松坂大輔が人生初ダーツ初カウントアップで890点だったっていう嘘か本当かわかんない話もある。都市伝説ダーツ業界の都市伝説。そう、その生まれて初めてダーツを持って、まあ、あの辺やろっていうのがやっぱ一人優れてるっていうこと。だから、その単純に何かを投げる系のスポーツをやってこなかった私たちは、ダーツに向いてないんですか？ダーツ上手くなんないんですかって言ったらそういうことではない。ので、まあよく初心者のダーツのレッスンとかだったりでもあると思うんですけど、まあ、そのダーツを下手でこうやってふいってこう下から投げて、まあ俺らの初心者講座でも言ってたかもしれないけどね。スローラインから下手でボードに向かって投げるやつでしょ？そうそうそう。投げても届くと。で、まああとゴミ箱とかをダーツの近辺に置いてティッシュ丸めてポイって投げてみみたいなのとかもあるし、自分が思ってるよりも力がいらない、こう正しい力の使い方、腕の使い方をしていれば。だその腕を早く出して出力を高めないと届かない動きをしているイコール体の使い方の効率が悪いんですよ。まあ、よくあるとは言わないけど、出力が高い人多いよねっていうのがまず一個の話で、その中で出力高いけどダーツに力乗ってないよねって人も結構半分ぐらいいる。俺のイメージ。おー。だから腕の出力強いのに夜速は17キロしかありませんとか、まあ夜速が別にダーツに力乗ってる乗ってないっていうのは関係ないんだけど、まあ例としてね。そのパターン多い気がする。全部チェンジアップみたいになっちゃうみたいな。それ抜けてる。で、それは腕を速くしてるからリリースポイントが遅れて、無理やり手首で使う、肩使うっていうので、こういう形で体が自動的に補填してるってパターンと、速すぎてリリース速すぎて抜けちゃってる。早すぎて手首使えなくて抜けちゃってとかいろんなパターンあるんだけど、まあ、っていうこともあるんで、一回自分が思ってるよりわざと出力を遅くしてみてくださいって言うと、入力も出力も遅くなりすぎるパターンあるんですよね。こう。ほら、届かないじゃんみたいな。だそれじゃあこれほら届かなかったのでもうちょっと上げてみましょうっていうのを、まあ、細分化してこう順番にちょっとずつやっていくっていうのも一個の手だと思うし、まあ、単純に運動神経いい人だったら、あ、こんなに力いらないんやって思って、あ、こんぐらいでいいかと思ったら、あ、届いたっていうパターンもあるし、やっぱり運動神経っていう言葉がないとかって今言われてますよね。その運動神経じゃなくて運動経験なの。その動きをしたことないんだからできないのは当たり前の話で、バスケとか野球とかやってた人は腕を振って、それに対して手首も連動させて力を乗せるっていうことをやり続けてきてるから、ダーツにもふいって簡単に力を乗せられる。運動は全くやったことありません。ずっと文化部でしたっていう女性の方とかにダーツ投げてみて、俺らだったら、ふいって手首だけでも極端な話届いたりするんだよ。で、これと同じことを文化部女子にやってみてもらったとしても、ほしゃんってなるじゃないですか。まあだからそういう経験もあるから、単純に投げてれば解決するっていう側面もある。うん。し、まあじゃあその投げてるだけで闇雲にやるよりかは、こんな力いらないんだって思いながら投げてみてほしいっていうお話です。で、出力が強すぎるデメリットが、今言ったようにリリースポイントが定まらなくなりやすい。ていうか単純に難易度が上がる。リリースを一定にするっていう難易度が上がる。要は、体の使い方が上手くないわけじゃん。うん、なのにさらに出力を高めて、より難しくしてるみたいな。いや、まあそういうことですね。だから、その、オープンチャットでもたまに言うんだけど、難しいフォームしてんな、みたいな。印象を受けることがあるね。で、それ難しいっていう理由がそういうことだと思うね。じゃあ、ここで指離してくださいって言われた時に、この速度でここで毎回離せるのと、これぐらいでいいですよって言われたら、まあ、どっちも極端な例だけど、遅い方がやっぱり、ここで離しやすいじゃないですか。まあ、っていうことなんで、まあ、遅ければ遅いほどいいわけではないんだけど、実際に遅くしすぎたら、ボードに届かなくなるんで、まあ、その遅ければ遅いっていうことではないけど、ちょっと遅めに寄せてみてもいいのかなっていうところですね、この。それが知れれば、必要以上の出力をしなくていいことがわかるから。うん、
そう。だし、出力少ないと、まあリリースの話もそうだけど、単純に疲れづらい、長時間投げれるとかっていう副産物もあるし、なぜ自分はこんなに早く腕を振っているのか、てかそもそも早いって思ってないと思うんだよね。その人に比べて。その力を抜いて投げるのがいいですね。まあその後、これの話。はいはいはい。もうあのなんかレーティング6以下に共通することみたいな動画を上げたことあると思うんですけど、引くのが早いってパターンもいるんですよ。で、引くのも出すのも早い人もいるんですよ。で、じゃあ引くの遅くしましょうねって言うと、今度入力も遅くできたんだけど出力も遅くなっちゃうってパターンもあるし、まあ入力はゆっくりで出すときはまあもうちょっと早くてもいいと僕は思ってますけど、速度的な話するなら、うん、まあ、この出すのが早くていいが早すぎるパターンがちょっと多いかなっていう、まあ、入力もそうだし出力に関してもそうだったわっていうお話ですね。はい、まあ、なんで解決法としてはダーツじゃなくてもいいと思う。ダーツをこう出力時に大きな力を使わないと届かないって体が思う理由としては、腕全部と体全部が使えてないからなんですよ、おそらく。その例えば手首を俺完全にロックしてダーツボードに届けてって言われたら、俺も多分これぐらいの速度になっちゃうと思う。だけどその腕の出力の速度を落とせるのは手首を連動して使えてるから。じゃあ手首どうやったら連動して使えるようになるのは、手首も使っていいと思って練習する。手首も使っていいんだったらどれくらい最小の力で届くのかなってやってみる。で、仮に届かないんだとしたらどうやったら届くのか。そもそも手首これ使えてないんじゃねっていう話になるのか。とかもありつつ、まあそれをダーツバーっていうかダーツ投げるところでできるのが一番いいですけど、まあ例えば、これ届かなくないとかってやってるのさすがに恥ずかしい。まあ現実的じゃないってなったら家でもいいし、極端な話ダーツじゃなくてもいいです。まあそうね。ピンポン玉ボードに向かって投げるでもいいし、テニスボール投げるでもいいし、キャッチボールやってみようとかでもいいし、手首使えてない。まあ俺だったらこれぐらいのタイミングで手首倒すんだけど、こうやってここで手首使ったらもうパーンって下に行くだけじゃないですか。じゃあこれがいつなんだっていうのが運動神経、運動経験の部分なんですよ。だそれを掴んでほしくて、それを掴んだら出力を必然的に下げることができると思いますという。お話です、うん、はい、で意味わかんないですって思ったらコメントください。じゃあ今日から皆さんティッシュを使ったらゴミ箱に投げてみると。周りに誰もいなければね、お母さんに怒られますね。めちゃめちゃ怒られる、うん、じゃあダーツのためなんだよって言ってください。こいつが言ってましたって見せてもらっていいんで、はい、ブロックされちゃう。お母さんにこんなもの見るんじゃありませんって言われる。我々メンバーシップ始めました、はい、オープンチャットで山口くんが質問に答えたり、フォームの動画を送っていただければそれを見て回答いたしますので、はい、詳細の方は概要欄にありますのでよろしくお願いします。また、このチャンネルではダーツの質問を募集しております。コメント欄の方にお願いします。山口くんの X 過去 Q Twitter のマシュマロで匿名でも募集してますので、そちらもお願いします。お願いします。あと我々ゲームチャンネルもやっております。登録してやってもいいという方はお願いいたします。お願いします。ではありがとうございました。ありがとうございました。